メリカンリーグ東地区タンパベイレイズの本拠地トロピカーナフィールド。かつてはタボテリドームでしたが、1998年の大改装で野球専用スタジアムとなりました。テレビをご覧の皆さん、こんにちは。今日はここトロピカーナフィールドからタンパベイレイズ対クリーブランドインディアスデイゲームの模様をお伝えします。実況は私谷口博明でお送りいたします。さあプレーボールです。レイズスターティングラインナップが出ています。セカンド岩村明則、チームからファンに波及したモヒカンブームの火付け役です。ライトの守備につきますゲーブ・グロス、外野守備は堅実です。レイズのスターティングピッチャーはジェームズ・シールズ、強心臓が武器です。先攻はインディアンス、リードオフバッターはブレイディ・サイズモア。カットファーストボール外れました。さあ2球目、チェンジアップはボール、決まった、ストライク、ワンストライクツーボール。さあバッティングカウントから内角へ直球ボール、決まった、ストライク。さあフルカウントから空振り、ストラックアウト。バッターマーク・デローサ、見送ってボール、ノーストライクワンボール。さあワンボールから直球しました、セカンド掴んだ、ツーアウト。デローサセカンドゴロに倒れました。バッターは中心数、カットファーストボール外れました。さあ2球目、高めボール球打った、セカンド掴んだ、スリーアウトです。最後は内野ゴロに倒れました。1回の表が終わって0対0、両チーム無得点です。シールズ上々の立ち上がりを見せています。インディアンススターティングラインナップはご覧の通りです。インディアンスのスターティングピッチャーはクリフ・リー、これから攻撃に入るレイズ。さあまずは1番岩村明則、さあ1球目、チェンジアップ見送ってストライク、ワンストライクノーボール。さあ2球目、まっすぐ見送ってストライク、ツーストライクノーボール。さあ3球目、1球外してボール、ツーストライクワンボール。直球見送ってボール、そして5球目ボール。さあフルカウントから落差のあるチェンジアップ、空振り三振、まずは三振に切って取りました。バッターはカール・クロフォード、外れた、ボール。さあ1球目ボールからカットボール見送ってストライク、ワンストライクワンボール。さあ3球目、低めいっぱいストライク、低い球落ちました。ショパック余裕があります。ツーアウト、リーファールフライに打ち取りました。バッターパッドバレル、ストライク。さあ2球目、インサイド引っ張った、サード落下点掴みました、スリーアウトです。最後はサードフライに打ち取られました。1回の裏が終わってレイズ無得点で終了です。リー上々の立ち上がりを見せています。インディアンスこの回は4番クリーンナップヒッターからの攻撃です。先頭バッターは4番ジョニー・ペラルタ、カットボール見送ってストライク。第2球はアップアンドイン、空振り、バッター追い込まれた、空振り三振、全く当たりません。バッターはビクトル・マルティネス、ストレート打ちました、セカンド取った。インディアンス早くも2アウト、マルティネスセカンドゴロに倒れました。バッターはトラビス・ハフナー、ボール外れた。さあボールワンからストライク決まった、
初球外れました。さあバッティングカウントからストライク決まった。さあ平行カウントから高め打った、レフト掴みました。スリーアウトです。インディアンス、この回も三者凡退です。2回の表が終わってまだ得点に動きがありません。レイズ、この回は4番クリーンアップヒッターからの攻撃です。先頭バッターは4番カルロス・ペーニャ。縦のカーブはボール。さあワンボールからカットボール外れました。第3球はチェンジアップ、ボール、ノーストライク、スリーボール。あっと打ちました、ファウル。インサイド引っ張った、バスト取った、一塁ベースを踏んでアウト、ワンアウトです。ペーニャ内野ゴロに終わっています。バッターはエヴァン・ロンゴリア。アウトサイドコーナーストライク。さあ初球ストライクからインサイドコーナーボール。さあ3球目アウトサイドコーナーストライク。空振り三振、ロンゴリアスイングアウトの三振に倒れました。次のバッターは DJ アップト。アウトサイドコーナーストライク。まずは初球決めてきました。第2球は打った、流し打ち、ヒット、アップトン、ライト前ヒットを放ちました。さあこれで2アウトランナー1塁。初球は外角高め見送ってストライク。さあ1球目ストライクからボール、直球外れました。アウトサイドコーナー空振り、バッター追い込まれた、1塁牽制。落差のあるチェンジアップ、空振りストライクアウト、グロス、スイングアウトの三振。2回の裏が終わってまだ得点に動きがありません。これから攻撃に入ります。インディアンス、この回のトップバッターはケリー・ショパック。打った、初球打ち、ショート右横抜けていった、センター前に運んでヒット、一塁送球、一塁はセーフ、ショパックヒットを放ちました。さあこれでノーアウトランナー一塁。外角高めいっぱいストライク、ワンストライクノーボール。さあ初球ストライクから二遊間破った、ヒットになります。センター前、フランシスコ、センター前ヒットを放ちました。インディアンス2者連続ヒット。アウトサイドコーナーストライク。さあ1球目ストライクから、あっとダブルスチール、三塁線微妙なところ、どうだ、送りバント成功。そして迎えるバッターは注目のブレイディ・サイズモア。今日の第1打席はスイングアウト。さあ1球目ストライクからチェンジアップ外れました。第3球は直球見送ってストライク、2ストライク1ボール、低めわずかに外れてボール。サイズモアよく見ています。2-2ピッチから直球外れました。サイズモアよく見ています。見逃しストライクカウント、バットが出ません。バッターは2番マーク・デローサ。最初の打席は内野ゴロ、打った、バットのやや根元、これはヒットになります。バットホーム、デローサレフト線へのタイムリーヒット。さあこれで2アウトランナー1塁。初球決まってストライク、ワンストライクノーボール。さあ2球目直球見送ってボール、ボール、カーブ外れました。さあバッティングカウントからアウトサイド高め打った、二塁へトス。3回の表が終わって2対0インディアンス、まずは先制しています。2点を追いかけますエイズ。先頭バッターは8番リオナー・ナバーロ。縦のカーブはボール。さあ1球目ボールから直球見送ってボール、ボール外れた。カットボール見送ってストライク、まずは1球見ました。アウトサイドいっぱいストライク。第6球は
流し打ちは、ハフナー取りました。ワンアウトです。ナバーロファーストライナーに終わりました。バッタージェイソン・バートレット、アウトサイド高めいっぱい、ストライク。初球まずは入れてきました。さあ1球目ストライクから打った、ピッチャー取った、ツーアウトです。バートレット内野ゴロに終わっています。バッターは岩村明則、ボール外れた。そして2球目引っ張った、ワンバウンド、岩村ライト前ヒットを放ちました。さあこれで2アウトランナー1塁、ボール。さあボール1からインサイドわずかに外れてボール。そして3球目ランナースタート、縦のカーブ打った、ファウルボール。アウトサイド高め打ちました、ファウル。カットボール打ちました、ショート掴んだ、間一発セーフ。記録はフィルダースチョイス。そして迎えるバッターは注目のハットバレル。第1打席はサードフライ、アウトサイド高めいっぱいストライク。さあ1球目ストライクからアウトサイドコーナー空振り、追い込んでいます。ボール1球外した、外角高め打った、ショート掴んだ、2塁へトス。序盤終わって2対0インディアンス、2点リードは変わりません。ゲームは中盤4回に入ります。この回のトップバッターはジョニー・ペラルタ、ボール外れました。さあ1球目ボールからインサイド高め見送ってストライク、ワンストライクワンボール。さあ3球目直球しました、セカンド掴んだ、ワンアウトです。ペラルタセカンドゴロに倒れました。バッターはビクトル・マルティネス、カットファーストボール外れました。第2球はボール、外角低め、シールズ。今の投球でちょうど40球目になります。直球見送ってストライク、さあバッティングカウントになって、直球見送ってストライク、さあ平行カウントになって、インサイドわずかに外れてボール。マルティネスよく見ています。さあフルカウントになってインサイド引っ張った、高いバウンド、ピッチャー掴んだ、ツーアウト。マルティネスピッチャーゴロに倒れました。次のバッターはトラビス・ハフナー、内角ギリギリいっぱいストライク。さあ1球目ストライクからインサイド打ちました、落ちました、ヒット、一塁へ送る、一塁はセーフ、ハフナーヒットを放ちました。さあこれで2アウトランナー1塁、ストライク決まった。第2球は外角低めいっぱいストライク、カットボール打った、取りました、3アウトです。一塁ランナー残塁です。4回の表が終わって2対0インディアンス、2点リードです。レイズ、この回は4番クリーンアップヒッターからの攻撃です。先頭バッターは4番カルロス・ペーニャ、最初の打席はファーストゴロ。さあ初球ストライクからボール、アップアンドイン、わずかに外れた、アウトサイド高め打った、ファースト取った、一塁ベースを踏んでアウト、ワンアウト。ペーニャ内野ゴロに倒れました。バッターエヴァン・ロンゴリア、今日の第1打席はスイングアウト、打った、ファウル。さあ初球ファウルからアウトサイドコーナー空振り、早くも追い込んでいます。ボール1球外した、ボール外れました。ロンゴリアよく見ています。さあ平行カウントになって空振りストラックアウト、ロンゴリア2打席連続三振。前の打席でヒットを放っているイージーアップと低め打ちました、サード取った。レイズあっという間に3アウトになりました。最後は内野ゴロに倒れました。4回の裏が終わって2対0リー、ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。
これから攻撃に入るインディアンス。今日ヒットを放っているベン・フランシスコ、これが2打席目になります。ボール外れました。さあ1球目ボールから、ボール。第3球は直球見送ってストライク。さあバッティングカウントからボール、アウトサイドへの変化球、ワンストライクスリーボール。インサイドコーナー決まってストライク、ツーストライクスリーボール。次が6球目、空振り三振。バッターはアズドルバル・カブレラ。外のボール球、ったショート掴んだ。インディアンス、あっという間にツーアウト。カブレラショートゴロに倒れました。今日三振が2つのブレイディ・サイズモア、今日3打席目。外れた、ボール。さあ1球目ボールから、見送ってボール、ノーストライクツーボール。低め際どいボール。外角高め決まってストライク。そして5球目、アウトサイドコーナー打った、セカンド取った、スリーアウトになりました。最後は内野ゴロに打ち取られました。5回の表が終わって2対0、インディアンス2点リードです。2点を追いかけますレイズ。先頭バッターは7番ゲーブ・グロス。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。ショート落下点掴みました、ワンアウトです。グロスショートフライに倒れました。バッターはリオナー・ナバーロ。最初の打席はファーストライナーでした。高めの球空振り。第2球は直球外れました。ワンストライクワンボール。スライダー外れてボール。さあバッティングカウントになって、打った、これは詰まっています、ファール。落差のあるチェンジアップ、空振り三振。バッタージェイソン・バートレット、チェンジアップ、ボール、ノーストライクワンボール。第2球は直球見送ってストライク、ワンストライクワンボール。空振り、ピッチャー追い込んだ。低めボール球打った、ファール。ボール外れました。ツーストライクツーボール。ツーツーピッチからボール外れました。次が7球目、引っ張った、ファール。バートレット粘っています。真ん中打った、ワンバウン。バートレットセンター前ヒットを放ちました。さあこれで2アウトランナー1塁。低めギリギリいっぱいストライク、初球まずは入れてきました。ワンストライクノーボール。さあ初球ストライクから外のボール球、ったショート取った。前半終わって2対0リー。ここまできっちり3安打ピッチングが続いています。試合は後半6回に入ります。今日2打点のマーク・デローサ。外角低め見送ってボール、ノーストライクワンボール。さあ2球目、フルスイング空振り、ワンストライクワンボール。外れた、ボール、ワンストライクツーボール。さあバッティングカウントになって、インサイド空振り、思い切って振っていきました。そして5球目、カットボール打ちました、サード取った、ワンアウト。デローサ内野ゴロに倒れました。バッターは中心数。まずは1球目、直球見送ってストライク、ワンストライクノーボール。さあ1球目ストライクからストレート打った、ナバーロ。落下点に入ってキャッチャー掴みました。ツーアウトです。中キャッチャーフライに倒れました。バッターはジョニー・ペラルタ。インサイド高め見送ってストライク。さあ1球目ストライクからカットファースト外れてボール。
シールズ、今の投球でちょうど70球目になります。ボール。さあバッティングカウントになって、外角低めいっぱいストライク。ツースーピッチからアウトサイドコーナー打った、ショート掴んだ、スリーアウトです。インディアンス、この回も三者凡退です。6回の表が終わって2対0、インディアンス2点リードです。レイズ、この回は2番からの長打順です。先頭バッターは2番カール・クロフォード、今日3打席目。初球はストライク、初球まずは入れてきました。さあ2球目、アウトサイドコーナー空振り、早くも追い込みました。さあ3球目、ボール1つ外した、2ストライク1ボール。内側いっぱい、見逃し三振、バットが出ません。バッターパットバレル、今日3打席目。インサイド打った、ショート掴んだ。レイズ、一瞬にして2アウト。バレル、ショートゴロに倒れました。そして続くバッターはカルロス・ペーニャ、今日3打席目。外角低め見送ってストライク、まずは初球決めてきました。さあ1球目ストライクから、高めの球空振り、早くも追い込みました。ボール1つ外した、内角打った、セカンド掴んだ、スリーアウトになりました。最後は内野ゴロに倒れました。6回の裏が終わって2対0、 B ここまできっちり3安打ピッチングが続いています。ゲームはこれからセブンスイニングに入ります。先頭バッターは DH ビクトル・マルティネス、まっすぐ見送ってストライク。さあ初球ストライクから、ボール、カットボール外れました。ストライク決まった、2ストライク1ボール。ストレート打ちました、サード落下点掴みました、ワンアウト。シールズ、ファールフライに打ち取りました。前の打席でヒットを放っているトラビス・ハフナー、ボール、チェンジアップ外れました。そして2球目、カットボール打ちました、ショート取った、ツーアウトです。ハフナー内野ゴロに終わっています。今日ヒットを放っているケリー・ショパク、今日3打席目。まっすぐ見送ってストライク、さあ1球目ストライクから、インサイド引っ張った、高いバウンドになりました。サード掴んだ、スリーアウトです。インディアンス、この回も三者凡退です。7回の表が終わって2対0、インディアンス2点リードです。2点を追いかけます。レイズ、今日三振が2つのエヴァン・ロンゴリア、これが3打席目になります。直球ボール、さあワンボールから、低めいっぱいストライク、チェンジアップボール。さあ4球目、外角高め打った、ファウル。チェンジアップ、ストライク、空振り三振。バッターは DJ アプト、まっすぐ見送ってストライク。さあ初球ストライクから、カットファーストはボール。第3球はインサイド引っ張った、サード取った、ツーアウトです。アプト、サードゴロに倒れました。次のバッターはゲーブ・グロス、これが3打席目になります。チェンジアップ外れました、ノーストライク1ボール。さあボール1から、アウトサイド空振り、バットが空を切りました。インサイドコーナー空振り、ピッチャー追い込んだ、外角高め直球ボール、2ストライク2ボール。
さあ平行カウントから見送ってボール。さあフルカウントから打ちました。バットの先端スリーアウトになりました。レイズまたしても三者凡退に終わっています。7回の裏が終わって2対0リー。ここまできっちり3安打ピッチングが続いています。これから攻撃に入るインディアンス。この回のトップバッターはベン・フランシスコ。これが3打席目になります。アウトサイドコーナーストライク。さあ1球目ストライクからカットボール外れました。インサイド引っ張ったファウルボール。直球見送ってボール。フランシスコよく見ています。さあ平行カウントから内角高めいっぱい見逃し三振。バットが出ません。バッターはアズドルバル・カブレラ。今日3打席目。まっすぐ見送ってストライク。さあ2球目高め見送ってボール。直球打ったヒット。レフトからセカンドへ送球。バッターランナーストップ。カブレラ左中間を深々と打っていきました。さあこれでワンアウトランナー二塁。インディアンス代走を送ります。キャロル二塁に入りました。ストライクワンストライクノーボール。そして2球目外角高め決まってストライク。そして3球目打った。これは強烈。セカンド取った。二塁送球。記録はフィルダースチョイス。さあ追加点のチャンスにバッターマーク・ベローサ。今日はここまで3打数1安打。今日2打点を挙げています。ここでタイムがかかります。レイズピッチャーを変えてきます。ウィーラー今日2番手としてマウンドに上がります。外角高め見送ってストライク。さあ初球ストライクからストレート打った。ファウル。バッターは3番中心数。今日はここまで3打数ノーヒット。これが4打席目になります。高めの球見送ってストライク。さあ1球目ストライクからこれは見送ってボール。スプリット外れました。さあバッティングカウントになって外角高め決まってストライク。さあ平行カウントになってボール。スプリット外れました。中よく見ています。さあフルカウントになってスプリットしました。ランナー一斉にスタート。三振。8回の表が終わって2対0インディアンス2点リードです。2点を追いかけますレイズ。先頭バッターは8番リオナーナバード。ここでタイムです。レイズ代打を起用してくるようです。ピンチヒッターはウィリー・アイバー。チェンジアップはボール。さあボールワンから内側際どいボール。インサイドギリギリストライク。ワンストライクツーボール。さあバッティングカウントから引っ張った。サード取った。ワンアウト。アイバー内野ゴロに倒れました。前田打席にヒットを放っているジェイソン・バートレット。初球はチェンジアップ見送ってストライク。そして2球目外角高め打ちました。ファウルボール。ボール1つ外した。内角低め打った。セカンド掴んだ。ツーアウトです。バートレットセカンドゴロに倒れました。今日ヒットを放っている岩村明憲。インサイド高めいっぱいストライク。初球まずは入れてきました。第2球は打ちました。ショート取った。スリーアウトになりました。
レイズ、またしても三者凡退に終わっています。8回の裏が終わって2対0、リー、ここまできっちり3安打ピッチングが続いています。いよいよ最終回を迎えました。この回の先頭バッターはジョニー・ペラルタ。今日はここまで3打数ノーヒット。レイズ、守備を変えてくるようです。アイバー、代わりましてリガンス、キャッチャーに入ります。スプリットフィンガー見送ってストライク。そして2球目、インサイド引っ張った、高いバウンドになった、サード掴んだ。記録は内野安打。インディアンス、今日6本目のヒット。バッターはビクトル・マルティネス。これが4打席目になります。さあ1球目ストライクから、スプリット見送ってボール、ワンストライクワンボール。初球打ち上げた、ショート落下点、取りました。ランナー1塁に戻ります。バッターはトラビス・ハフナー。今日はここまで3打数1安打、今日4打席目。ボール外れました。1塁へ牽制球を送りました。さあ2球目、真ん中打ちました、センター前のヒットになった。ペラルタ、送球の間に三塁へ、三塁タッグアウト。バッターはケリー・ショパク。今日はここまで3打数1安打、今日4打席目。インサイドコーナーギリギリいっぱい、ストライク。第2球はスプリットをしました、掴みました、スリーアウトになりました。一塁ランナー残塁です。9回の表が終わって2対0、インディアンス2点リードです。これは選手を交代するようです。ここでタイムです。インディアンスピッチャーを変えてきます。ウッド、今日2番手としてマウンドに上がります。初球打ってきた、セカンド左破った、ヒットになります。センター前、クロフォード、センター前ヒットを放ちました。さあこれでノーアウトランナー1塁。ランナースタートを切った、空振り、思い切って振っていきました。2塁タッグアウト、ワンアウトです。さあ初球空振りから、ボール、カットボール外れました。ボール外れました。ワンストライクツーボール。さあバッティングカウントになって、打った、バットの先、サード掴んだ、ツーアウトです。バレル、内野ゴロに倒れました。バッターはカルロス・ペーニャ。今日はここまで3打数ノーヒット、これが4打席目になります。セカンド取った、アウト、試合終了。今日の試合をハイライトでご覧ください。さて今日のプレイヤーオブザゲームはデローサ。今日の試合を決定づける先制タイムリーを放ちました。ご覧いただきました一戦はインディアンス勝利を収めました。実況は谷口博明でした。皆さんさようなら。
you